エーリヒ一世は、メクレンブルク公。スウェーデン王大使の座にいたこともあった。エーリヒは、メクレンブルク家のアルブレヒトと、シュベリーンハク夫一世の娘リハルディス・フォン、シュベリーンの間の長男として生まれた。エーリヒは1396年2月12日、もしくは13日に、ポンメルンボルガスト公ボギスラフ6世の娘ゾフィーと、結婚した。二人の間に子供はできなかった。 エイリヒ一世もしくは父アルブレクトのものと伝わる肖像画。エイリヒ一世説の根拠は画の主題の年代や首にゴットランドのシンボルがかかっていることが挙げられる。1364年以降、当アルブレクトはスウェーデン王の座にあった。しかし1389年、デンマークの摂政マルグレーテ一世がスウェーデンに介入し、 ファルシェーピング付近でのオスレイの戦いでアルブレクトを破った。アルブレクトとエーリヒは捕虜となった。リューベック氏の指導者、ヒンリヒ・ベストフやヨハン・ニーブルラによる3年にわたる交渉の末、フ氏は1395年に釈放された。その後、アルブレクトはエーリヒにゴットランドの再征服を命じた。1396年夏、エーリヒは軍勢を率いて、 ゴットランドに上陸し、スベンス・ストゥーレを破って、アルブレクトに忠誠を誓わせた。一方で、スカンディナビアでは1397年に、カルマル同盟が成立し、デンマーク、ノルウェー、スウェーデンの3王国が、マルグレーテ一世の支配下となった。ビスビュー大聖土港と呼ばれるようになったエール比は、1397年、ビスビューの南のクリンテハムンにあるランデスクロンもしくは、 クローンバルという治療で、ペストにより死去した。彼の遺体は、聖マリア教会に葬られ、現在でも破壊死の一部を見ることができる。A.B. ストアバック、バーグタルサーユアスウェンスコヒストリアン。 www.runeberg.org.projectruneberg.p.279.2019 年1月13日閲覧。ノードマン、ビル・ホー、アドルフ・イン、アルブレヒト・ヘルツォーク・ホン・メキロンバーグ・ケニッヒ・ホン、シュベイデン、スボー・マレイゼン・チエデ・アカテミアン・ツミト・ヨクシア・ビ四44、1。 スワオマレ以ゼンチエデアカテミア、ヘルシンキー 1939P336C、プル、P93& ブラッカー、2003、P24& ハンセレコーズアイオンナンバー、438、4、P416NRTICLEATGUTEINFO.com。ありがとうございます。